いくらになるのか、フルカーボンボディのスカイライン GT-R。日産の伝説的スポーツカー。スカイライン GT-R、BNR34 型イカ GT-R。その人気から日本のみならず世界的に取引されており、新車価格をはるかに上回る金額で取引されることも珍しくありません。 オーストラリアのオートモーティブ CG アーティストのアーノルド・ベルゲズ氏はそんな伝説のスカイライン GT-R に振るカーボンボディのワイドボディ仕様にカスタムを施したレンダリング CG を公開しましたスカイライン GT-R のベースとなる10世代目 R34 型スカイラインは1998年5月に登場し、その約8ヶ月後の1999年1月に GT-R が追加されました。先代となる R33 よりもボディサイズを縮小し、フットワークに優れた運動性能を実現。発売当初には、標準車以外によりレーシーなエクステリアと、 スポーツ性能を手に入れた仕様となる。V スペックが設定されました。ボディサイズは全長 4600mm× 全幅 1785mm× 全高 1360mm でホイールベース 2665mm。車両重量は 1560kg です。2000年登場の V、スペックに。 パワートレインには R32R33 から継続する形で採用された最高出力280馬力最大トルク 40.0KGFM を発揮する2.6リッター直列6気筒ツインターボエンジン RB26 デト型を採用されています2022年現在 世界的な人気を誇るスカイライン GT-R は中古市場で新車価格を大幅に超える高値で取引されています。2022年5月にも1999年式の VTEC が英国コレクティングカーズ上で14万ポンド約2260万円で落札された記録があるほか2021年に国内のネットオークション上でも 新車未登録として出品されたブッテックニナーが6050万1円の値が付けられた例も見られます。今回アーノルド・ベルゲズ氏はそんなスカイライン GT-R を大胆にもフルカーボンボディのワイドボディ仕様にしたレンダリングを公開しています。すべての外装ボディパネルがカーボン製に交換されており原型をとどめていない状態です。 張り出した前後フェンダーや巨大なウィング、小ぶりで簡易的なサイドミラーがレーシングカーのような印象を与えます。この車について SNS では、ラスボスみたいサーキットでも、無敵といった声が集まっています。編集部役、アーノルド・ベルゲズ氏はトヨタ、GR スープラやボレーコルベットなど、 スポーツカーをカスタマイズしたレンダリングを作成し、自身の SNS に投稿しています。アーノルド・ベルゲズ氏の制作したレンダリングは、もちろん非現実ですが、フルカーボンボディーを、行う改造の事例はいくつかあり、GT-R でも R35 型をフルカーボンボディーにした事例があります。 ですが、これにかかった金額は850万円に上ると言われており、カーボンボディ化を行うには多額の現金がかかることは確かです。ベースとなるスカイライン GT-R の価格にもよりますが、この車を再現するには少なくとも3000万円以上の金額がかかるでしょう。